今日はライタ君と一緒にフクロウカフェに来ています。まずは大きなカラフトフクロウさんとご対面です。お互いにキョロキョロしていましたが、特に絡むこともなく、カラフトフクロウさんが違う場所へ行ってしまいました。カラフトフクロウさんは大きくてちょっと目つきが怖い時もありますが、羽をモコモコさせていてとっても可愛いです。後ろに映っているのは森フクロウさんです。